B 級の道角を倒したなんて思っちゃいません。それでも一応お伝えしておきます。長生きしたければお気をつけください。右京隼人の弟である右京正人ハンターがあなたたちを狙っているかもしれない。相手が S 級ともなると法なんかでは制御できません。彼らは奇跡であると同時に災害にも似た存在ですから、できることなら家族を連れてこの国を離れた方がいいと思う。強くならなければいけない理由がもう一つ増えた。諸菱君、これって何の集まり？怪我人に酔っ払い。その方が都合いいでしょ。道角を倒して手に入れた隠密のルーン石。よし、うまくいったみたいだな。それでは行きましょう。本当に二人で行ったぞ。大丈夫なのか？嘘だろ、ボスを倒せたのか。次のゲートはどこ？知能能力値も磨いていかないとな。さて、順調だがこのまま悪魔の城に向かうか。転職クエスト。またあの夢か。突然申し訳ございません、水篠ハンター。少々お時間をいただけないでしょうか。諸菱建設の2倍をお約束いたしますので、白虎ギルドに来ていただけませんか。懸命に関しても水篠ハンターのご希望に添えるようにいたします。30億。じゃあお話は以上ですね。え、そうだ、それより僕のことは誰からお聞きになったんですか？あれ？これは隠密スキル？無断で調査したことは申し訳ありません。ですが悪気があったわけではないのです。振り返らないで。僕のことを知っている人は他にどれくらいいます？私と部下の一人だけです。僕の噂が聞こえてくれば獅子戸さんたちを真っ先に疑うことになるでしょう。うちが C 級を独占しご迷惑をおかけしていたんですね。でも申し訳ありませんが、しばらくは続けるつもりです。それなら取引をしませんか？こちらが予約している C 級ゲートを3つお売りします。わかりました。おいくらですか？1つ当たり3000万で。3000！？せめて2000まで下げていただけはしないで。いいでしょう。ではそれで。振り込みは本日中にこちらへ。閉じて口を開けていただけますか？え、嘘だろ、傷が消えた。転職クエストか、楽しみだ。